PC エンジン LT とは、1991年12月13日に、日本電機ホームエレクトロニクスから発売された、家庭用ゲーム機。LT は、ラップトップの略称である。日本電機ホームエレクトロニクスが発売したゲーム機、PC エンジンシリーズの一つで、メーカー希望小売価格は99,800円と、家庭用ゲーム機としては、非常に高価な分類に入る。 高値の最大の理由は4インチ TFT 液晶という当時としてはかなり高級な液晶画面を備えていたことにある。画面が標準で付いていることから携帯型に見えるがバッテリーは内蔵しておらず仕様には AC アダプタまたは銅梱の変換プラグでデュオカーアダプタパイ AD13 を利用する必要がある。その贅沢な作りや希少性の高さのため現在でも高値で 取引されている。筐体は折りたたみ形。上側にディスプレイ、下側にソフトを挿入するスロットや、連写機能付きパッドが一体化されており、ゲームボーイアドバンス SP を大型化したような形状をしている。CD-ROM2 には標準で、スーパー CD-ROM2 には別売りのアダプタを利用することにより、接続かオートチューナー式の TB チューナー内蔵。 外部入力端子を備えており、汎用モニターとして活用することもできる。ゲーム機としての機能も、PC エンジンおよびコアグラフィックスと同等の性能、拡張性を備えているが、パッド端子の内部構造上の都合により、メモリーベース128セーブ君にのみ、対応していない。以下の仕様は、PC エンジン LT のもの。ありがとうございます。